おはようございます。釣り子 TV です。春の牛久沼にやってこれました。ちょっと今年はやりたいこと目白押しなんで頑張りたいと思います。おお、背びれジャンキー、これですね。私はあの指導が遅いんですけど、2回来て1回釣れたんでかなり好成績です。今日も頑張ります。今年唯一魚を釣った8ポンドを稼働させよう。釣っちゃうかな。ちょっと時間も時間なんで本当山田さんになんか坊主船長ってろくでもねえ肩書きをつけるわけにはいかないんで、いいよじゃいいぜ。はい、春先のこのダウンショットどうやったらやつらがついてくれるのか全然覚えてない。土浦はダウンショット1本で釣り上がったんだけどな。夜のあの浜離宮の浜離宮側の浅井側とか打ってたら出ないかな。真っ暗闇の流れがそんな効いてないか。そうすると千葉方面へ千葉方面へ走りながら拾ってった方がいいんだろう。まだ俺61ってのを持ってるんで、それを75ぐらいまででいいから
ゲットできれば上位5組5人ぐらいにシャシャリで、まあでも最後の方みんな3本目揃えて順位どんどん入れ替わりますからね。2本しか持ってないから全然。お、いた。やったー、やったー、ありがとうございます。いや、もももももって走ってました。いや、はい、いや、サニーブロスの新しいワーム来ましたよ。これ釣れるんだな。牛久沼ですよ。難攻不落の牛久、初めて使ったらバチッと、すごい、イエーイ、うふー、嬉しい、ありがとうございます。で、タックルはですね、ロデオクラフトのホワイトウルフ8ポンドにグラビアスのハイギアの、PE ラインを巻いた、まあいわゆる釣り子 TV でいう山田さんセッティングというやつですね。リーダーを20ポンドつけて足から引きずり出すっていう、こういう釣りで来ました。イエーイ。いや、ほんとちょっと難しいタイミングでバッチリ。ですね、大きさは口閉じで45センチでございます。いやー、いいとこにかかってる。これですね。はい、というわけで帰ってきました。いやー、牛久沼今年ね初めて行ったんですけども、こんな感じのね、タックルで魚を釣ることができました。まずですね、これ竿がですね、ロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラスっていう竿ですね。今年の初バスを箕面で釣ったのもこの竿なんですけども、今回ねちょっとヘビダンみたいな感じで使ったんですけども、そんな使い方にもねめちゃくちゃ具合が良くて、こう足のね奥の方でね魚をかけたんですけども、サイズは45センチぐらいありましたけども、何の不安感もなくね、ぐいぐいね、竿をね一定の角度で保持してるだけでも自然とトルクフルにこう魚をボートのヘリまでね寄せてきてくれるっていう不思議な、使用感の竿でございました。どんどんね、今年はねこれでね魚かけてみて、そんでもってね、またレビューしていければと思います。で、リールのところはねこんな感じでですね、ジーニアスプロジェクトのこれはねグラビアスのハイギアモデルですね。こういうね赤い差し色が入っているものがですね、ハイギアモデルなんですけども、それにこうシャロースプールを合わせて PE ラインの 1.5 号をですねこう入れてるわけなんです。で、 FG ノットでこのね20ポンドのねリーダー部分にですね、接続して、でそれでこういう感じでダウンショットセッティングにしているっていうね、こういう感じですね。はい、ルアーのところがねこんな感じです。これね、サニーブロスから新しくね、登場したばっかりですね。4月20日頃に店頭にいっぱい並ぶよっていう風に聞いているので、ちょうど今ねお店さんに並んでる頃じゃないでしょうか。ナックルホッグっていうワームですね。あー、このねツートンから、これ実際に釣ったワームなんですけども、このね、まあ、手のところがですねすごい、バリン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 って動いてね、まあ、ブルンブルンって感じですかね。それでもって、魚にアピールしてくれていたということで、で、ビソルトインっていうことで、ノーソルトではなくてですね、ちょっとだけ塩が入っている、これによってですねこの手とここにあるですね触覚みたいなところですね、こういったところが生めかしく動いてくれるっていうね、そういった感じでございます。まあね、この手の形ね本当牛久沼よく聞くんで、まあ、ゲイリー山本だとあの去年モコリークローなんかね、活躍してくれたりとか、あとブルースホッグとかですね、まあ、この手の形ね、すり抜けが良くて、そんでもってアピールしたい時はしっかりとアピールしてくれるような、
その手のワームで、あとね最近はね無理に大きいの使わないでこういうね、ちょっと、一口ポッてね口に入ってくれるようなこういうねサイズ感のねお気に入りで、使ってるんですけども、今回ね、早速結果が出てくれました。で、まあこういうね針と重りなんですけど、針の方がこれエンジンのですね CO フックですね。これのねこれ見てください、 1.5 番ね、微妙なサイズ感でしょ。このね 1.5 っていうのがちょうどこういう小型のねやつで、でもちょっと軸線は太くしたくて、そんな時にねもうねぴったりマッチするんですよね。これによってね、まあいいところにかかってましたよ。この後ねいろいろ1番であるとか2番であるとかそういったのもね試してみたいなとは思ってるんですけども、取り急ぎねこの 1.5 っていうね CO フックならではの、このスペシャルなね、大きさの針にねちょうどよくねマッチしてくれたんで、まずこちらご紹介ですね。あと重りのところなんですけども、はい、これねなんだっけな、これねネットで見つけたんですけども50個入っていて、そんでもってね価格がね1500円ぐらいのねこういうダウンショットシンカーね、去年はずっとタングステンのね高いやつでやってたんですけども、こういうのどうなんだろうなと思ってね、取り寄せてみたところね、これねこれが50個入っていて 7g で、で自動針す止めがついていて1500円ね、まあ牛久の間コリコリ感を感じたい時ね、そこのちょっと硬い変化とかを感じたい時は、タングステンなんかをね使った方がいいかな、そうじゃなくてもうとにかくテンポよくね、打っていくよっていうね、まあもうなんだろうね無限足打ちするぞってね、提出の変化なんかまあちょっと置いといてみたいな時はねこういうね、なんていうか安シンカーでもね十分活躍してくれるんじゃないかなね。すり抜けがねすごいいい形状なんで、今回はねもうストレスなく一個もなくさなかったかなね、すごいねいい感じで釣りが進められたんで、はい、こんな重りを使ってみております。はい、で、ワームのところが改めてなんですけど、こういうパッケージにね入ってね売ってますんでね、ツートンカラーのねすごい魅力的なカラーがこれ以外にもねいっぱい準備してあるんで、で、自分がね本当これのねカラー紹介の時にも言ったんですけども、まだねそこまで釣り具屋さんに並んでないんですよね。これからどんどん人気になっていくっていうね、そういうメーカーかと思いますんで、まだあんまりね持ってる人がいない、だから、魚もねまだ見慣れてないんじゃないかなね、ちょっと似たようなね感じねいくつかありますけども、このねサニーブロスのやつはもう4月20日頃に出たばっかりだし、まだねそんなに魚も学習してないんじゃないかな、このサイズ感とこのカラーリングと、あとそのビソルトインのねその独特な動き、そんなところでおすすめでございます。自分はねこれねテストしてる時からね、あーちょっと欲しいなって思ってたんですけども、でまあちょっと自分の中ではもう坊主がね当たり前の牛久沼で、早速ね40を超えてくる、まあ45センチぐらいだったかな、そんなね引きのいい両型のバスをね騙してくれたんで、もうがぜん信頼できるワームになりました。またね次回行くことがあったらね、これどんどん試していこうと思うんですけども、他のカラーもねちょっと試してみたいのがあるんで、取り急ぎ今回はねこのね、サニーブロスのナックルホック、これがね大活躍してくれたよということで、はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、今年初めてのですね牛久沼に行ったところ、このねナックルホックをはじめ今年のね、一軍タックルが大活躍してくれたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。